豪快に食べるチートで行こうかい。モデルの朝比奈彩が出演するクックドゥ R の新ウェブ動画が7月4日より公式 YouTube チャンネルにて公開された。近年、体型維持のため普段はカロリー管理に気をやっている自分へのささやかなご褒美として、あえて好きなものを自由に食べる日を設けることが流行。そこで今回、チートデイに家でを使った本格中華を楽しんでもらいたいという狙いから、ギルキ中華と題した動画3編が公開された。動画では、美味しすぎてギルティな3種類のメニュー、ホイコー目玉焼きうどん、ぶっかけチンジャオ飯、マーボロネーゼ、それぞれの魅力を紹介。9頭身美ボディの持ち主として話題の朝比奈が出演し、普段なかなか見ることができない豪快な食べっぷりを披露している。撮影では夏らしい色鮮やかな衣装で登場した朝比奈。撮影中、随時食べ方や食事中の表情、声のトーンなどを監督と確認する姿も。各メニューを食べた後に発せられる、うますぎるティ、止まらなすぎるティといったコメントには、リアルな感情が込められている。ラストの、ごちそうさまというセリフの、満足そうな表情にも注目だ。撮影の感想を聞かれると朝比奈は、いつも無心で食べるタイプなのですが、その無心の中にはすごく美味しいという感情が詰まっていて、ふと笑顔になっている瞬間もあるのかなと思い、今回はその部分を出すことに力を入れました。とコメント。体型維持については、年に2回ファスティングをやっています。栄養管理士さんに見てもらいながら実行しています。普段から体重の増減も意識して食事の管理をしていますね、と話し、今年で30歳を迎える朝比奈の目指す女性像という質問には、いろいろな作品を経て、海外の方に知っていただく機会が増えたので、その縁を大事にして仕事したいですね。個人的にはアクションが好きなので、健康や体型を維持しながらやってみたいです、と明かした。同動画は、味の素の公式 YouTube チャンネルの他にも、TikTok、Twitter アカウントにて公開予定。また次の動画でお会いし、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。